りさ、最近ニュースで中国の大洪水のことを聞いたけど、どうしてあんなにひどいことになったの？ああ、2023年7月のあれのことか。確かにあれはやばかったな。台風5号のせいで、特に北京とか北省でめちゃくちゃひどい大雨が降ったんだ。記録を見ると、北京では 744.8mm の雨が降ったらしいぜ。この140年間で一番激しい雨量だったそうだな。140年で一番はやばいわね。ということで、今回は中国で起きた237流域性大洪水について解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。それで、早速だけど、あの洪水、被害はどれくらいあったの？かなりひどいものだったぜ。最低でも20人が亡くなって、27人が行方不明になった。約100万人が避難したし、住民の財産にも大きなダメージがあったんだ。河北省では家が数千軒、倒壊したり大きく損傷したりしたからな。どうしてそんなにひどくなったのかしら？この洪水には、気候変動や都市計画の問題が影響してるんだぜ。地球温暖化で年々台風は強大化してきてるし、それに都市部の防災計画が追いついてないからな。だから政府はもっと対策を強化して、これ以上の人命や財産の損失を防がないといけないんだ。中国政府の対応はどんなものだったの？どうにか被害を減らそうと死に物狂いだったみたいだぜ。例えば河南省では、中国軍がダムの放水を決定したんだ。その結果、周辺の地域が水没して、多くの住民が影響を受けた。それは大変ね。でも、なんでわざわざダムを放水をするの？そんなことをしたら、住民が困ることになるんじゃない？実はダムを放水することによって、もっと大きな洪水を防ごうとする場合があるんだ。ダムの水位が急激に上昇すると、ダムが耐えられなくなって決壊する恐れがあるからな。それよりは少しずつ水を放出して、下流の水位を調整した方が良いって判断なんだよ。ただ、その影響で下流地域に住む人々が避難することになるし、時には重大な財産損害や命の危険にも直面することがあるから、あくまでも最終手段だな。それで、具体的な被害はどれくらいあったの？河南省の洪水では、地域全体で25人以上が犠牲になったって言われているぜ。でもこの放水は苦渋の決断ではあっただろうが、それによって都市部の住民が救われたって面も確かにあるんだ。でも、その25人はダム放水が原因で犠牲になったのよね？いや、それはわからないぜ。何しろ歴史的な大雨で、どこもかしこも水浸しの状態だったからな。この人たちの犠牲が放水の直接的な影響だったのか、それとも広範囲にわたる洪水のせいだったのかは、どうしてもはっきりとはしないんだ。洪水って本当に恐ろしいのね。でもいくら緊急措置だったと入っても、その決定には相当な責任が伴ったでしょうね。ああ、その通りだぜ。だからこそこういう状況を避けるためには、日頃からの防災対策や計画がすごく重要になってくるんだ。ただダムの放水はまだいいが、例えば宅州という地域では、堤防を直接破壊したなんて話もあるぜ。え？堤防？なんで？理由があるとしたら、水位をコントロールするためだろうな。さっきのダム放水と同じ理由だ。放水はまだわかるけど、わざわざ堤防を破壊することなんてあるの？普通は絶対にやらないぜ。堤防っていうのは、水が漏れたらまずいところに国が金をかけてわざわざ作るものだからな。水門の開け閉めで済むダム放水とはわけが違って、わざわざ意図的に破壊するメリットは何もない。なら、どうしてわざわざ自国民を危険にさらすようなことをするのかしら？その理由については様々な憶測があるぜ。でも確かに、ただ単に川の水をコントロールしたかっただけではないみたいだな。もっと大きな何かを守ろうとしていたのかもしれないぜ。それにしても、そんなことをするなんて信じられないわ。一体、どんなことが起きたの？堤防が破壊されたことで、川から大量の水が押し寄せて、村が一瞬にして水没したぜ。多くの家が水に飲み込まれて、経済的にも大きな打撃を受けたらしい。それは大変ね。でも、なんでそんなことが表に出てこないの？政府が情報を隠蔽してるからだよ。大洪水の原因が自然災害だと発表されて、多くのメディアもそれをそのまま報じてしまってる。真実はなかなか表に出てこないものさ。そんなことが許されるの？それはこれからの動き次第だな。でも一つ言えるのは、人々が真実を知る権利があるってことだ。この事件についてもっと詳しく調べて、本当のことを世界に伝えるべきだぜ。ひどい話ね。でも、そもそも宅州ってどういう地域なの？宅州は中国河北省の南部にある研究市だぜ。北京から南西へ 50km くらいのところに位置してて、その地理的な位置から北京との交通の要所としても重要な役割を果たしてるんだ。面積は約886平方キロメートルで、ほとんどが平坦な地形だけど、一部には丘陵地帯もあるぜ。ちょこちょこ丘があるだけの、何もない平原って感じなのね。いや、宅州は割と長い歴史を持ってて、
この地域には多くの文化遺産が残っているんだ。それにタク州は北京周辺の重要な衛星都市として、急速な都市開発が進んでる地域の一つでもあった。交通の要所っていうのは？北京と結ぶ重要な高速道路や鉄道があって、地域内外へのアクセスが容易だってことだぜ。それによりビジネスや観光での訪問者も多く、地域経済にも大きく貢献している土地なんだ。超発展してるじゃない。でも、そのタク州でどうしてこんな被害が出たの？タク州は中国北部の平原地帯に位置してるからな。歴史的に洪水のリスクにさらされやすいんだ。州を流れる主要河川の白浮川っていうのがあって、特にこの河川の水位が上昇すると洪水が発生することがある。特に近年は気候変動の影響で極端な天候が増えてるからな。この地域でも洪水のリスクが高まっていたから、政府や地方政府は洪水管理と予防策を強化していたんだぜ。ダムや堤防の建設、河川の土木工事、洪水警報システムの導入などいろいろやってたんだ。それにそれだけ水が溢れやすいってことは、重要な水源でもあるってことだからな。特にタク州は大都市北京の水源地の一部として重要で、洪水管理には水資源の確保という側面もあったんだ。それで、そんな重要なタク州に、被害はどれくらい出たの？かなりの大打撃だったぜ。タク州は河北省の中でも特にひどくやられたんだ。約13万人が被災したんだぜ。他にはどんな被害があったの？家屋が多く損傷して、インフラにも大きな影響が出たぜ。救助隊が不足してる設備と資材で必死に活動してたんだ。地元の住民も自発的に救助に加わってるけど、機材不足と給油対応に相当苦労したらしいぜ。そんな大洪水なんて、相当な支援が必要だったでしょうね。ああ、実際中国政府も動いたぜ。北京、天津、河北省に対して総額で約2160万ドルを災害対策として割り当てたんだ。中央委員会からも追加で617万ドルが提供されたぜ。その金額はすごいわね。でもそんなに支援するくらいなら、どうして政府はわざわざそんな危険なことをしたの？それが一番の謎だよな。実際、タク州のある下北省は本当に重要な地域だから、その影響も大きいんだよ。歴史的な場所で、学術機関もたくさんあるからな。まあ、その理由は後に置いとくとしてだ。実はこの洪水には人災だという声もある。え、洪水って天災じゃないの？その原因は、主に都市計画とインフラの管理がずさんだった疑惑があるからだな。急速に進む都市化で自然の水路が塞がれて、排水設備も不十分だった。だから大雨が降っただけで、あっという間に水害が発生するリスクが高まったんじゃないかっていう声があるんだよ。他にも洪水警報の遅れや、不十分な情報提供、適切な避難指示の欠如など、警告システムと災害対応が機能していなかった可能性がある。だから多くの人が避難するのが遅れたり、十分な情報を得られずに困ったりしたんじゃないかってな。それなら人災という声が出るのもわかるわね。でも洪水が起きやすいことはもともとわかってたのに、どうして政府は十分な対策をしなかったの？インフラの老朽化に対する投資不足が原因かもな。実はこういう事態こそが、習近平が最も避けたかったことなんだろうが。え、どういうこと？実は古代中国の伝説で、王という人の治水の話があるんだよ。全然聞いたことないけど、どんな人？中国の夏王朝の創設者で、治水の英雄として有名な人だぜ。紀元前21世紀頃の人物で、さすがに古すぎるから、彼の話は具体的な記録よりも、神話や伝説で色濃く語られることが多いな。治水の英雄って、具体的には何をやったの？当時の中国北部は黄河をはじめとする河川が頻繁に氾濫してて、農地や村に壊滅的なダメージを与えていたんだ。実は王の父、今も治水を試みたんだけど失敗してて、結局、王がその重大な任務を引き継いだってわけさ。どんな方法で治水したの？大雨の方法は単に水をせき止めるんじゃなくて、適切な場所に水路を作って洪水を安全に他の場所へ導くっていう手法だったんだ。これによって水の流れをコントロールし、洪水の被害を効果的に防いだってわけだな。逆転の発想だったのね。ああ。そしてこの治水工事が成功したことで、大雨は広範囲の支持を得て、中国史上初の王朝である夏王朝を建国したんだ。この功績で彼は治水の英雄としてだけでなく、政治的な英雄としても称えられているんだぜ。それに彼の治水の話はただの歴史的事実以上に、道徳的価値やリーダーシップの象徴として、中国文化においてすごい影響力を持っているんだ。だから習近平は、自分も王みたいになろうとして、メディアを使って自分の治水プロジェクトを宣伝していたのかもな。具体的にはどんな宣伝をしていたの？例えば2023年7月19日には、習近平の治水に関する重要論述という論文を発表していたぜ。論文が出たその日に、長年の問題を解決したと治水の成功を大々的にアピールしていたんだ。でも、
その報道のすぐ後にあの大洪水が起こっちゃったのよね。そうなんだ。本当に勘の悪いタイミングで、国家史跡の名声にも傷がついてしまった。ユネスコの世界文化遺産にも登録されているような場所が、水害で大ダメージを受けたんだからな。その治水の方法っていうのは、具体的にどういうものだったの？例えばスポンジ都市というプロジェクトを進めていたぜ。スポンジ都市って何？中国で進められてる都市計画のことだぜ。都市が自然に雨水を吸収して溜めたり、浄化したりする機能を向上させようっていう意図なんだ。これによって洪水のリスクを減らしたり、都市の水質を改善できるようになるんだぜ。どんな方法で？まずは自然の保水能力を活用して、雨水を地面に浸透させるんだよ。スポンジみたいに水を吸収させて、それで洪水のピークを抑えるんだ。そうして貯水した雨水は植物の水やりや町の掃除、トイレの水として再利用することもあるんだぜ。他には？緑地や公園を増やすことも計画に入ってる。これが雨水の自然浸透を促すし、都市の美観も向上させるんだ。あと、土壌や植物が自然に水中の汚染物質を吸収分解して、水質をきれいにするんだぜ。なかなかに考えられてるのね。それで、実際にどの都市でやってるの？北京や上海など、中国の大都市を含む30以上の都市で試されてるぜ。透水性のある舗装材料を使ったり、雨水貯留施設を建設したり、緑化屋根や壁を導入したりといろいろな。このスポンジ都市構想は、持続可能な都市開発の重要なモデルとされてて、世界中の他の都市でも参考にされているんだぜ。話を聞いてる限り問題なさそうだけど、一体何が問題だったの？実はな、その効果には少し議論があるんだ。今回のケースだと、実際にはスポンジ都市を導入しても水害が完全に防げていない場所が多かったらしい。例えば河南省では、かなりの投資をしてスポンジ都市を推進したけど、実際のところ地面はほとんどがコンクリートでできていて、水の浸透性がなくて、洪水を防ぐ効果があまり期待できなかったんだ。それじゃあ、実際にはあまり役に立ってないってこと？かもな。表面的にはいい話に聞こえるけど、実際にはその機能を果たしていない可能性もある。例えば2021年にも、タク州市で深刻な水害が起きているしな。タク州市ってどこなの？タク州市は中国河南省の省都で、河北平原の南端だ。歴史的にも大事な交通の要衝として知られていて、八大古都の一つとして知られてるぜ。また黄河の南に位置していて、その地理的な位置から農業が盛んだな。特に小麦とトウモロコシの生産量が大きいぜ。そして、近年は製造業や情報技術産業が急速に発展している地域でもある。他にもスポンジ都市構想の対象都市になっていて、洪水管理や緑化がかなり進められていたぜ。でも、2021年には水害が起きちゃったわけよね。ああ。2021年7月にタク州市は、1000年に一度と言われる記録的な豪雨に見舞われたんだ。3日間で年間降水量に匹敵する雨が降って、州市だけでなく河南省全体で3000万人以上が被災した。死者数も最終的に302人にまで達したぜ。年間降水量が3日間で降ったのはヤバすぎるわね。でも3000万人が被災したのに死者が302人って、それは逆に少なすぎない？ああ。この数字は実際の犠牲者数よりも過小に報告されている疑惑があるらしいぜ。あとこの時の水害では、特に騒がれたのが地下鉄5号線の悲劇だな。地下鉄で水害なんて、考えただけでもゾッとするわね。だよな。実際、相当恐ろしい状況だったろうぜ。この地下鉄5号線の悲劇では、500人近くが地下鉄に閉じ込められて14人が亡くなったんだ。突然の洪水で、避難勧告も出ていなくて、多くの市民が無防備な状態で被害に遭ったんだよ。怖すぎるわ。でも、スポンジ都市構想の対象都市だったのに、どうしてそんなことになったの？スポンジ都市構想は確かに洪水リスクを軽減はするが、完全には防げるわけじゃないんだよ。特に、こんな山下で年間降水量に匹敵するほどの雨が降るような異常気象には対応が難しい。だから、警告システムや市民への教育、緊急時対応計画の強化も必要になってくるんだ。この時は警告も間に合わないレベルの大雨だったのね。ああ。特にその日の降水は異常で、わずか1時間で 200mm 以上もの雨が降ったんだ。その雨水がトンネルを通って地下鉄の車両にまで浸水してしまったんだよ。車内は地獄絵図だったでしょうね。だろうな。実際、乗客はかなりパニックになったようで、水位が胸の高さまで上がって、空気がなくなっていく中で SNS で助けを求めていた。これが原因で全国的にも大きな注目を集めた事件になったんだ。地下鉄が排水能力を持っていなかったことが悲劇だった。スポンジ都市でもそんなことになるのね。まあ実際、スポンジ都市でも防ぎきれないレベルの大雨が降ったことは事実だが、その他の原因としては、工事の手抜きや役人の汚職の可能性もある。
建設業者が不正をしても見逃す代わりに賄賂を取ってるって話は、中国ではよく聞く話だからな。なんだか、いろいろと大変な状況ね。でも、中国が水害対策でいろいろとやろうとしていたのはよくわかったわ。でもそれだけ水害対策の都市設計をしてた中で、どうして例の宅州では堤防を破壊したのかしら？その理由は墳飛録という考え方にあるかもしれない。墳坑区って？墳坑区っていうのは、大雨で川が氾濫しそうになった時に、一時的に水を溜めておく場所のことだぜ。これによって、本流の水位を下げて、下流の洪水リスクを減らすわけだな。さっき言ってた大うって人の治水方法みたいな話ね。ああ。さっき説明したような歴史的経緯から、この考え方は中国ではかなり重要視されているんだ。特に黄河や長江みたいな大きな川があるところでは、1998年の大洪水の時には、すごい被害が出たから、その教訓を活かして墳坑区の整備を強化してるんだよ。でも、どうやって水を墳飛録に導くの？普通はダムや堤防といった水耕構造物を使って、洪水時に計画的に水をそこに導くようにする。もちろん、その地域の農地や住宅にどう影響するかを考えて慎重にやらなきゃいけないけどな。え、ちょっと待って。影響って何？だって、緊急時に水を流すための場所なんでしょ？そこって普通、空き地とかじゃないの？それがな、住んでるんだよ、中国では。その分広くに、人が、え、ちょっと待って。なんで？まあ、事情はいろいろとある。例えば分飛録に指定される土地っていうのは、裏を返せば水が得やすいってことだから、農業するにはいい土地で、利用価値が高いんだ。でも何かあったら水没させられる土地なんでしょ？住めないわよ、そんなとこ。逆に何かあったら水没させられる土地だから、しかも破格に安いんだぜ。経済的に困難な状況にある人たちにとっては、十分に選択肢の一つにはなりうる。実際に何かあって水没した時には、ちゃんと政府から経済的保障が出る契約になってるしな。とにかく中国では、そうやってリスクを承知で墳坑区にわざわざ住んでる人もいるってわけさ。日本じゃ考えられない話ね。だな。日本にも遊水地とか似たような土地はあるけど、そこには絶対に人は住んでないからな。でも中国ではそういう地域が100カ所近くもあって、普段からそのリスクを背負って生活してる人たちがいるんだ。まあ、と入っても。中国国内でも分飛録に人が住むことのリスクや問題が議論の対象になっていて、将来的にはもっと安全な住環境を作ることが求められ始めてもいるんだけどな。いろいろと遅すぎるわ。でもその分飛録の話と、宅州の堤防の破壊に一体どんな関係があるの？実は2020年に安徽省で洪水が発生した時にも、川沿いの堤防が爆破されたんだよ。記録的な水位に達したから、周辺地域の安全を守るために水位を調整する措置として行われたんだ。まあその時は、住民は事前に避難してて無事だったらしいけどな。それと同じことを、2023年の宅州の水害でもやったってこと？でも、今回は住民にもかなりの被害が出てるんでしょう？どうして避難する間もないくらい、大慌てでそんなことをしたのかしら？その答えは、中国に新しくできた雄安新区という都市にあるのかもしれないぜ。雄安新区って？雄安新区は北京の都市機能一極集中問題を緩和するために作られた国家プロジェクトだぜ。2017年に設立が発表されたんだ。一極集中問題の緩和って？要するに、地域間の経済格差を縮小しようって狙いだな。日本でも、たまに東京の首都機能一極集中が問題になったりするだろ？中国でも似たような問題があって、それを解消したがっているんだよ。この新区は、中国政府にとっては千年大計、国家大事って位置づけられているから、かなり重要なはずだぜ。開発もかなり進んでいる。どんな開発が進んでいるの？高い環境基準に沿った持続可能な都市開発を目指していてな。スマートシティ技術やインフラの緑化が盛り込まれてる。交通アクセスの改善や産業の高度化、公共サービスの質向上も進められているんだぜ。他にも雄安新区は京津小稲が経済圏を形成していて、北京、天津とともに機能補完しながら発展することが期待されているんだ。特に金融サービスやハイテク産業、研究開発の先進産業が誘致される予定なんだぜ。なるほど、それじゃあこれからの中国にとってかなり重要な場所になるのね。だな。新区の設立は都市計画や経済発展、社会構造の改革に向けた革新的な試みとして見られていて、中国の都市化と経済の近代化を推進する上で中心的な役割を果たすことが期待されているんだ。特に習近平肝入りの計画だぜ。なるほどね。ところでその雄安新区って、中国のどのあたりにあるの？州の南西約 100km。車で1時間半くらいの距離だぜ。へぇ。住民が十分に避難する間もないくらい慌てて堤防が破壊された、あの宅州のすぐ近くなのね。あ、そう。
今回の件に関しては、その習近平肝入りのオスヤス深紅を守るためだけに、住民に十分な避難指示も出さないくらい、大慌てで堤防を破壊したっていう疑惑が持ち上がってるぜ。でも、そのせいで住民にものすごい被害が出たんでしょ？ありえるの？そんなこと、さあな。でもタク州はもともと文工区に指定されている土地だから、こういう急な洪水時に水を流して、都市部を守ること自体は普通にあり得ることなんだ。でも今回は政治的理由で被害が拡大したからか、原因はあくまでも大雨であると発表されていて、堤防の破壊については、中国の公式発表では何も触れられていない。もちろん、大手メディアでも何も取り上げられていない。真相は闇の中ってやつだな。本当に、今回のは色々と考えさせられる話だわ。まあ、しっかりと情報を追って、何が最善の対策なのかを考えていくことが大事だな。という、四国鉄道は開業当初から建設を続け負債が増す一方、他国から警戒感が高まる中、それでも建設を続ける理由について現状を解説していくぜ。気になる話題だね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。まず四国高速鉄道の借金がまずヤバすぎるって話からするぜ。そのヤバさは四国の経済学者が次のような記事を寄稿してしまうほどのものだ。このままでは政府が貨幣の大量発行で無理やり借金を返すしかない、ハイパーインフレーションに陥るだろう。ハイパーインフレーション？通常は過度な物価上昇のためお金の価値が下がる意味で使われるが、今回はお金自体が増えてお金の価値が下がる意味合いで使われているぜ。普段は四国最高四国最強しか言わない四国メディアや学者たちがこんな声を上げている時点で、どれだけ危機的なのかわかるだろう。四国の急成長イメージも覆るわね。中国の国有鉄道会社である中国国家鉄路集団が発表した内容を紹介するぜ。不渡りを出した不動産企業だ。バブル時代に住宅を乱立するも、そのほとんどが空室状態と悲痛な実態に陥ったところだな。2022年1月から6月決算は売上高が前年同期比271億元減の4857億元純損失は、前年同期の507億元から804億円に膨らんだんだ。2022年6月末時点の負債総額は前年同期比 3.45% 増しの6兆円に達したんだぜ。120兆円以上というのは確かに大きな数字だが、企業の負債としてどの程度なものなのか、すぐにピンとくる人は少ないだろうな。120兆円桁違いね。高速鉄道の借金としては世界最大で、2021年にデフォルトした不動産企業ひさし大集団の4倍近い数字になるんだ。ひさし大集団って何？何をしでかしたの？不渡りを出した不動産企業だ。バブル時代に住宅を乱立するも、そのほとんどが空室状態と悲痛な実態に陥ったところだな。このひさし大集団が抱えていた負債でも35兆円程度、そこで参考に戦後の日本における大型倒産で、最も大きな負債額と比較してみるぜ。戦後に倒産した企業のうち負債額が最も大きかったのは、2000年に倒産した共栄生命保険だ。その負債額は4兆5296億円、2位はリーマンショックで知られるリーマンブラザーズ証券で、それでも3兆4314億円なんだぜ。四国の高速鉄道が巨額の借金を背負っているのはよくわかったわ。そして四国高速鉄道に借金を返すあてはない。理由は四国の全路線がほぼ赤字状態で、借金の利子すら返せない状況だからだ。残念無念、それはもう身動き取れないわね。自己破産かしら？四国政府は赤字を連発している現状を無視して、高速鉄道を新しく作り続けたんだ。約123兆円が一企業の負債としては桁違いなのがわかるな。四国高速鉄道は最初の開業以来続々と建設されており、今や距離では世界の高速鉄道の3分の2を占めるとまで言われているんだぜ。四国の次にはスペインや日本、ドイツやフランスが続くが2位のスペインでさえその距離は 3100km。四国の規模がいかに大きいかわかるな。赤字で採算取れていないのに鉄道をさらに増やすなんて、相変わらずクレイジーね。何もない田舎にも線路を作ってしまった結果、運賃収入が得られず赤字路線だらけになったわけだ。アホね、利用者がいないのにどうして作るの？誰が求めているのよ？四国高速鉄道は四国の銀行から借りたお金を建設費にして、全国各地に鉄道網を整備したんだ。この借金は運賃収入から返していくことになるんだが、乗る人が誰もいないような場所では、1日に1往復しか必要とされないわけだな。だがそんな場所にも豪華な路線を作ってしまったんだ。建設スピードと距離だけを見れば順調そのものだが、なぜこれほどまでの負債を抱えているんだろうな。なぜかしら？答えは明確で採算性というものをほとんど考慮していないからだろうな。中国では2008年のリーマンショック以降、輸出が低迷し生産過剰となったんだ。
鉄鋼やセメントを消費するために高速鉄道の路線延伸が加速したからなんだぜ。理解に苦しむわ。一体何がしたいのかしらね。例えば C 国北西の蘭州と新疆ウイグル自治区のウルムチをつなぐ蘭新線だ。この路線は1日160往復、蘭州とウルムチからそれぞれ1日160本の車両を運行できる能力を備えているんだな。東海道新幹線の東京新大阪間の運行本数が1日150往復だから、蘭新線は日本の大動脈に匹敵するほどの規模や設備、人材を備えているということだ。だが、その能力は全く発揮されていない。むしろ、蘭新線の1日あたりの運行本数はわずか4本なんだ。4本、これまた驚きだわ。160往復できるポテンシャルがあるのに、たった4往復だけなんて。当然、4往復では建設費や維持費を回収するどころか、1回の運行あたりの電気代すら支払えないんだぜ。蘭州からウルムチまで約 1900km、東京と新大阪が片道 500km だから、その4倍弱だな。だが、蘭州からウルムチまでの運賃はわずか12000円、二等席にすれば9600円台、14000円程度の東京新大阪間より安いんだぜ。距離が4倍なのに運賃が安いって、どんぶり勘定すぎない？ C 国にはこういった赤字路線が山ほどあるんだ。2路線ほど黒字路線もあるが、大量の赤字路線を抱えているのは紛れもない事実。C 国高速鉄道は崖っぷちに追い込まれているんだぜ。そして、借金の利子も莫大な額なんだ。120兆円の利子なんて、イメージもできないわ。例えば、日本の生活福祉資金貸付制度の年利は 1.5% なのだが、それでも1年間で 1.8 兆円だからな。低すぎる運賃収入では、その莫大な利子すら返せないんだよ。そして、C 国政府もこの万年赤字体制を放置してきた。それは、経済成長を優先するためでもあったんだぜ。C 国はいつから整備に力を入れてきたのかしら？ C 国が本格的に高速鉄道網の整備に乗り出したのは2004年頃なんだ。この年、C 国は中長期鉄道計画を発表し、2020年までに 1.2 万キロメートルの高速鉄道を作るという方針を明らかにしたぜ。ところが、実際には2020年時点で 3.5 万キロメートルの高速鉄道が作られたんだ。約3倍、さすがに。作りすぎでしょ。作りすぎてしまった理由はあるのかしら？それは、2008年にリーマンブラザーズが破綻して、世界経済をリーマンショックが襲ったのが理由と言われているんだぜ。当時も今も、C 国は外国に安い C 国製品を輸出し経済成長を果たしてきたからな。ところが、リーマンショックで、その安い C 国製品を買ってくれるはずの外国が買ってくれなくなってしまったんだ。確かに、未だに安物は中国製だものね。実際 C 国の GDP 成長率は2008年にガクンと落ち込んでいるぜ。そこで C 国は高速鉄道に目をつけたんだぜ。鉄道を作るのには、鉄やコンクリートも大量に使い、そして車両や整備には電子機器も使うから、鉄道をたくさん作れば民間企業へ材料を大量に発注できると踏んだんだよな。そして、C 国高速鉄道は共産党所有の国有企業そこへ、公金をガンガン投入したんだぜ。なるほどね。つまり大量の路線を作ることで、政府のお金で民間企業を支えようとしたってわけね。そして、北京と上海広州を結ぶドル箱路線に刺激されて、各地方当局が高速鉄道の誘致合戦を展開。これには雇用の創出や地方経済の活性化、沿線の不動産開発などへの期待もあったが、一番の理由は官僚にとって、地域の経済成長が自らの実績となるからだったんだぜ。そのための採算度外視整備計画も少なくなかったんだ。そりゃそうよね。もっと他にやりようなかったのかしら。結果として、大都市エリアを除いては採算が取れていない路線が数多く存在することになったんだぜ。しかし、最近ではドル箱路線であったはずの北京と上海を結ぶ高速鉄道でさえ、2022年1月から6月期は10億2800万円の赤字となっているんだ。路線に関わらず、鉄道全体の運営を見直さなければならない状態なんだぜ。じゃあ、C 国高速鉄道が抱える10億2800万円の借金は、絶対に返せない借金じゃない？高速鉄道に詳しい北京交通大学の張健氏は、C 国の鉄道は常に補助金頼みで、負債の支払いのために新しい負債を増やし続けていると説明しているんだぜ。一部の評価からは元本は愚か、負債の利子さえ払えない路線も多くあったんだな。補助金に頼る持続不可能な高速鉄道は債務危機が起こるのを待っているようなものだという批判も出ているそうなんだ。さらに張健氏は、高速鉄道の建設費は普通の鉄道の2から3倍もするのに、運用が効率的ではないと指摘しているんだぜ。なんなのよその企業。理由は、C 国政府が注入するお金の原資は税金だからだ。実は鉄路集団が抱える額の借金より、こっちの公金注入の方が、はるかにハイリスクだと考えられているんだな。
どういうこと？動画冒頭で C 国の経済学者がこのままでは政府が貨幣の大量発行で無理やり借金を返すほかない、ハイパーインフレーションに陥るだろうと言っていたな。なぜ、ハイパーインフレーションに陥るかというと、鉄路集団の債務がそのまま C 国政府にのしかかるからだ。簡単に言うと、高速鉄道関連の300兆円の借金を中央政府が返済しようとしたら、300兆円の貨幣を発行して無理やり返すしかないってことなんだぜ。だけど、そんなことしたらお金が出回りすぎてお金の価値が下がり、とんでもないインフレになってしまうってことだな。日本では中国の輸出額が全体輸出額の4分の1を占めているから、受ける被害は大きいと言われているんだ。中国の現状は具体的にどうなっているのかな？幽霊マンションと呼ばれ話題を集めたのは何年も前のことだな。購入したマンションがいつまで経っても完成せず、住めないにもかかわらず住宅ローンの返済を続ける状況だ。何それ、日本じゃありえない事態じゃないの？それじゃあなぜ中国政府はこんな事態を招いてしまったのか詳しく説明していくぜ。そもそも中国で不動産バブルが発生したのは、1998年の住宅制度改革が一つの転換点とされているな。中国の住宅制度って何かしら？中国はかつて国有企業の改革を課題に抱えていたんだ。後に詳しく説明するが、企業に勤める従業員の住宅は、一種の福祉として、無償に近い低家賃で供給されていたんだな。だが安すぎる家賃の回収はおろそか維持費さえ補えず、不足分を国が負担していたんだ。建築をすればするほど国の負担が大きくなり逼迫していったんだ。これらは個人の階層によって分配されていたから都市民の不満も高まり、1978年に住宅制度改革を始めたんだな。つまり福祉として供給してきた住宅に対して見直しを言ったのね。その通りだぜ。従来の低家賃から住宅の維持管理可能な水準まで家賃を引き上げ、個人負担を求めるようになったんだ。実物給与の福祉制度を商品貨幣制度に移行させることで、公平な住宅体制を目指したんだぜ。これにより住宅困窮世帯が存在したんだな。政府の抱える課題とはいえ、国民からしたら勝手な話にも思えるわ。確かにそうだな。住宅制度改革を行うきっかけになったのは、1997年アジア通貨危機だと言われているぜ。タイを中心に始まったアジア各国の急激な通貨下落だ。この通貨危機は予想をはるかに超え拡大し、長期化かつ深刻化していったんだな。タイの景気が下落局面に入り、金融機関の不良債権問題が顕在化し、経済成長や輸出の減少が大幅に下落し始めたんだ。中国の輸出が大きく落ち込んでしまったんだぜ。当時の日本はどんな影響を受けたのかしら？日本は戦後早くからタイへ進出した企業も多く、馴染み深い国だ。特に自動車産業では為替変動に伴いコストが増加し、操業停止を強いられていたんだな。住宅制度改革は当時の総理、主要機が内需振興策の一つとして推し進めた改革なんだ。国有企業の負担を減らし、経済成長を維持するには国内需要の拡大が必要だったんだな。住宅を与えるのを止めて、国民が各自で住宅を購入する仕組みに改革すれば、国内需要を高められると考えたんだ。結局は国民に負担させる流れなのね。そもそも住宅制度改革の背景には、大きく分けて3つの目標を掲げていたんだぜ。5つ目はさっき説明したように従業員の社宅を確保するため、国有企業は膨大な費用が必要でコスト負担が大きかったことだ。国有企業の競争率を上げるためにも住宅を含め福祉負担を減らし、住宅取得と社宅を切り離さなければならなかったわけだな。地方政府と勤務先、個人の3社がそれぞれ住宅建設コストの3分の1負担する33税払い下げから始めたんだぜ。国民の収入が上がったわけでもないのに負担するなんて、この改革は達成できると思えないわね。その通りだな。結論、この体制は根本的な解決につながらなかったんだ。国民の支払い能力が向上しないと成り立たないからな。2つ目は行政によって福利厚生の目的で建設された公有住宅とは異なり、住宅を商品として住宅市場で直接取引することだ。これまで供給されてきた住宅は、従業員の職歴や勤務年数に応じて大幅に割り振りされ、企業内部で行われていたから経済に占めるシェアが低かったんだな。コストがかかるとはいえ、企業からすればいくらでも建築することが可能だったのね。そして3つ目は不動産業が国民経済成長の牽引産業となるよう発展させていくことだ。住宅の現物配給や譲渡を一律すべて禁止するように通達を出したんだな。その代わりに従業員の住宅補助として、
住宅取得補助一時金と公的住宅積立金制度の導入を認めたぜ。一部の都市に限っていた体制を全国に広げ、住宅建設の加速を止めようとしたんだ。都市再開発に伴う立ち退き者は保証金を元手に、市場から代替住宅を自ら取得することになったんだな。企業は保証を得て国民は住宅市場を通して、自由に契約することが可能になり国内需要が増えていくわけだね。福祉やコストの負担から解放された企業だが、住宅価格の急騰を作り出してしまったんだ。需要が供給以下に制約され管理していたが、水面下に抑えられていた潜在需要が一気に吹き出し、市場における需給がアンバランスになったんだぜ。価格上昇に転じたように思えた不動産市場だが、投入されたお金つまり投機マネーの影響を受けたことで、価格上昇に拍車をかけ住宅価格が急騰スパイラルに入っていったんだ。需要の増大した市場に多額の投機マネーが流入すると、価格高騰やバブル経済などを招くことがあるんだな。目標達成かと思いきや課題は募る一方だわ。他にどんな影響を受けたのかしら？中低所得者は住宅取得が困難になり、取得できた人はローン返済で生活が圧迫、さらに不適切な開発計画や契約トラブルまで問題は山積みなんだぜ。政府は公共の立場から住宅価格の監視や、急騰抑制に努めなければならないよな。だが本来の役割に逆行するかのように、高地化を施行したり時価の上昇につながる措置さえ言っていたんだ。具体的に何をしたのかな？地方政府が財政収入を増やすためには高地化を演出する必要があり、税源に関わる中央政府と地方政府の取り決めを指す分税制を行ったんだな。これによって土地使用権譲渡収入が514億元から6412億元に増加し、地方政府の収入を潤したんだな。問題はまだまだあるんだ。2008年にはリーマンショックが発生したぜ。アメリカの有力投資銀行であるリーマンブラザーズが、経営破綻したことをきっかけに発生した世界的な株価下落金融危機だ。中国の経済成長を支えていた輸出が急速に鈍化したのかしら？その通りだぜ。対策として不動産分野での投資を積み増すことで、高い経済成長率を目指す政策運営を行ったぜ。不動産が売れ続けることで地価も高騰し、値上がりを見込んで投資もさらに加速するという、相乗効果を失い不動産バブルが発生したんだ。中国が行った住宅制度改革や地方政府の地価上昇を目指す動き、さらにリーマンショックなど多方面からの要因が重なって生じたわけだぜ。単に一つの要因が拡大し、不動産バブルを引き起こしたわけではなかったのね。経済危機を引き起こした、最大の社会問題とされているのが未完成住宅問題なんだ。どういうことかしら？中国では多くの物件が完成する前に販売され、購入者は頭金を支払い、居住前からローン支払いを開始していたんだな。だが政府の規制強化により開発企業の資金繰りが苦しくなり、代金支払いの不安から建設会社が工事を中止するケースが増加したんだぜ。身勝手にも程があるわ。その結果物件の引き渡し目処が立たない中、ローン返済だけは要求され続ける状況になったんだな。もちろん購入者はローン返済拒否を宣言する抗議活動をはじめ、次第に全国に広がっていったんだ。対象となるローン支払い拒否の総額は約49兆円という試算もあり、不良債権化するリスクも懸念されているんだぜ。新築物件なんて特に売れない事態になっているのね。経済の不安定化から中国政府は、企業の資金繰りを支援するため開発業者向け、貸し出し制限の一部を緩和し始めたんだ。つまり住宅ローンの頭金比率を引き下げたんだな。そして負債を強制的に減らす3本のレッドライン政策を打ち出したんだ。怪しい政策にも感じるけれど、何かしら？不動産バブルが膨張して、債務問題が深刻化することは避けなければならないと習近平国家主席が考えを明確にし、実施した規制のことだぜ。これにも3つの柱があり、まず不動産会社の負債は資産の70を超えてはならないことだ。そして自己資本に対する負債比率が100以下であることだな。同時に、現金は少なくとも短期借入金と同等の比率でなければならないという3つの政策だぜ。金利をつけて返済しなければならない有利子負債は年軸で管理されているんだな。基準を定めることで供給を抑制しようとしたのね。3つの基準を超えるとレッド企業とされ、有利子負債を増やしてはならないという課題を課されるんだ。2つの基準を超えるとオレンジ企業とされ、有利子負債の増加ペースが年後以内になるよう管理されるんだな。このように基準を目安にランク分けされ、負債の増加ペースを明確にしたんだぜ。負債の深刻化は改善されたのかな？不動産企業の土地取得面積は大きく減少し、一部の不動産企業は資金繰り難から破綻のリスクに直面しているんだ。有利子負債を増やさないと、破綻してしまう不動産企業が続出したってわけだぜ。
3本レッドラインに触れた不動産開発企業は減少するどころか、むしろ増加したんだな。さらに中国の不動産市場は借入金で開発や販売に取り組み、売却代金で返済するというビジネスモデルが多く採用されていたんだぜ。債務問題の深刻化を防ぐ本来の目的を見失ったのね。そうだな。3つのレッドラインは中国政府が予想した以上に不動産市況を冷え込ませ、逆に住宅価格の下落が止まらなくなったんだ。そして不動産バブル崩壊を加速させたんだな。2021年には決算を公表できない企画や開発事業をメインに行う企業、つまり不動産デベロッパーが増えて市況の悪化が顕著に現れたんだ。中国の主な企業として中国久志大集団や華鳥業集団、緑地香港、宝有機産などが決算発表を延期しているんだな。大企業にとって大打撃を受けているのは間違いないわね。不動産企業を救済するのではなく、資産の切り売りを加速することによって不動産市況を安定させようとしているが、事態は好転していないんだぜ。経営破綻の影響は2021年に入って、不動産業者の約10万のうち規模が小さい業者をはじめ300社以上なんだ。不動産業界は多くのものや人に与える影響が大きいため建設業や鉄鋼業など、関連産業に広がっているわけだな。中国の GDP の30近くを占めると言われる不動産関連セクターで、企業の資金繰りはさらに悪化し事業運営に行き詰まる企業は急増する恐れがあるとしているんだぜ。経済成長の低下要因の一つなのね。仮に中国の不動産市場全体が機能しなくなったら、どうなるのかしら？不動産業界の仕組み上、企業に融資を行っている金融機関や企業などが資金を回収できなくなり、雪崩式に他の業界にも影響が及ぶぜ。現実になりつつあるって状況を考えたら、より一層怖いわね。2021年7月から9月までの GDP 伸び率は、前年同期比プラス 4.9 だ。コロナ災いからの落ち込みから大きく無事回復し、2021年1月から3月期は 18.3 の伸び率だったんだぜ。これを踏まえたら伸び率が明らかに低下していることがわかるよな。この要因として不動産バブル崩壊が大きいんだ。ここまで多くの課題を抱えて解決する日は来るのかな。他にも考えられる要因があり、中でも半導体不足問題だぜ。世界的な半導体不足や中国国内での電力供給の制限などで、企業の生産が伸び悩んだんだな。ゼロコロナを目指す政府の強烈な対策によって、観光需要も落ち込み個人消費が低下したことが考えられるぜ。不動産バブルの崩壊とコロナ災いが重なったことは、中国にとってかなりの大打撃だったんだな。中国経済の動向は、円や日本株を含む世界の相場に影響するから、今後も注意して見ていく必要があるんだ。日本はどんな影響を受けるのかしら？少なからず全く影響を受けないとは言えないな。中国で注目を集めた不動産といえば、中国不動産大手の久志大集団だぜ。国内の280以上の都市で1300以上の不動産関連事業を行い、860社以上の企業と戦略提携しているほどの大企業なんだ。2021年11月にはドル建て債の利払いができなくなり、デフォルトしたんだな。その額8249万ドル分だぜ。デフォルトって何かな？本来履行されるべき債務が履行されなくなることだぜ。大企業でさえもデフォルトしてしまうほど、中国の不動産バブルの影響は凄まじいんだな。この久志大集団のデフォルトは第二のリーマンショックと呼ばれ、世界的な金融危機に陥ってしまうのではないかと危険視されているんだ。だが現実は一時的な株式変動で、久志大集団の株を持っている人だけ影響を受けたんだな。株式投資を行う人には痛いわね。と言っても金融危機を回避すべく、早くから多くの投資家は久志大集団の株を手放していたんだぜ。久志大集団にとって主な借入金は国内の金融機関が多く、日本でも主要な銀行や保険会社、証券会社は直接的な影響を受けず最小限で済んだわけだ。だが土地の所有権がない中国とは違い、日本では所有権が認められているから、国内には中国富裕層が多くの不動産を保有しているんだぜ。上海のマンション1個を買う値段で、東京のビルが買えると言われるほど、東京の不動産は中国と比べて安いんだな。コロナ災いにより遠隔で不動産購入する人は多いんだぜ。安い上に所有権も安定しているから人気なのね。日本の不動産市場に与える大きな影響として、中国の不動産価格が下落すれば、日本の物件に割安感がなくなる可能性があるんだ。さらに中国の富裕層の減少が続けば、中国人投資家が日本の不動産を購入することも減ることになるんだな。日本の不動産価格の下落や、貿易を中国に頼っているケースも多いため、少なからず影響があるんだぜ。中国不動産産業の回復は、未だ見通しが立っていない状況なのね。中国が抱える課題は多岐にわたり、
教育や医療のインフラといった社会資源や、住宅市場のアンバランスな状況が変わらない限り、根本的な解決にはならないんだ。日本はバブル崩壊後20年以上苦しい経済情勢だったな。経済と株価が長期的に低迷したことで、失われた20年と言われていたんだ。中国は失われた何年と言われるんだろうね。日本をはじめ他国が経験したバブル崩壊から、中国は何を学び生かしていくのか注目されているんだぜ。日本の景気下降期における景気刺激策のあり方も、中国にとって参考になるだろうな。中国不動産バブル崩壊が日本企業に影響をもたらすことを念頭に考える必要があるぜ。ということで、今回はここまで、いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。